かも。9月ですね。かわいすぎる。今日メール登録するの一番良いですね。最高です。嬉しいな。そうなんだ。確かにメールに関しましてはよく褒めていただきますね。メイクレシピ投稿しましたよ。今日はメイクしてないリップだけリップだけ塗って今日してないまあ配信だから。フフフ。
配信だから。そうよ、本来なら今日は何もしない日。でもそこで私は毎日配信をしている ということですね。だから本来なら休みだから休まんとね でも今日結構出かけたけどね。サイアンの面白さに今頃気づきました。面白い。面白い。そう、今日は本当だった喉自慢があったんだけどね。中止になっちゃったかな。そうなのよ。面白いのか。ね、残念ですね。でもメイクレシピ投稿するの結構勇気必要だったけどね。そう、昨日夜作ろうって思って2時間ぐらいで完成した。ね、めっちゃ流行っとるよね。そう。で、間違えられんしね。まず画像を検索して、でなんか背景をなくしてで名前調べてみたいな。種類がいっぱいあるから、あと何番か調べてみたいな。って感じ。当てはめていく感じで。ね、でもなんか結構変わるけどね、時期によって。今はこんな感じというか、この日のメイクはこれ。
日によってね変えるんよ。でもステージ用だとまた変わる。キラキラ多めになるけど、基本的に毎日日常的に使うのはこれ。そう、キラキラいっぱい入ってる、メイクポーチの中なぜか保存。でも自分が可愛い、使いやすい、なんだ、可愛い、使いやすい、コスパいいの使ってるかも。で結局いろいろ使うけど行き着いて、でそれを使って、で時々別のに変えて、であこれもいいなってなっての繰り返し。ね、私も目に何種類のペンを使うんやって思った、作りながら。だって目のペンだけで3つぐらいあったもん。でさらに濃くしたいとき、ライブの時はもっと使う。いっぱいあるよ種類。ですよ。でも結構自信のあるものたち。うん、場所で買える。うん、1ヶ月後は違うのを使ってるかも。なんかね、夏と冬でも全然変わる。夏用、冬用。夏で肌が変わるから。乾燥とか湿気とかで、なんか前までめっちゃ良かったのに最近あれなんか違うなって。季節の違いとか多分肌の状態とかでも変わりそう。
そうそうそう。って感じですね。リップも最近使ってるのはあれでも結構変わる。配信用のリップもある。配信用は塗りやすい。これはいやちょっとか違うの塗ったけど、配信用はこれキャンメイク新作ムチプルティント、私はこの色が似合うんですよ。これ今使ったのはティルティル、全然違うこれ。この色、この色が好き。なんかスースーするこれ。ティルティルがなんか口コミ結構いい、色が取れないって言われてる。色が取れないはめちゃくちゃライブにいいですね。ライブしとったら絶対取れるからな。2時間あるもんね。あとなんか私は保湿系の結構なんか潤うのが好きなんですけど、でもライブ公演とかにそれを塗ると髪の毛がくっついてくっついてめっちゃ気になるから、ライブ用でまた変えてる。くっつかないやつ。プライベートはするけどみたいな。そうなんよ。可愛い毛につけとったらめっちゃくっつくっていう。話し会受付中ですよ。ね、私口ね保湿欲しい。保湿絶対。
誕生日を迎えました。りょうさんおめでとう。おめめおめめ。最近さ、明日の予定も忘れそうになるんですよね。明日なんだっけみたいな。危なってなる。で、今日は何もなかったけど、何かあったっけ？ちょっと焦ったちょっと焦りながら何もないよねって一瞬ね。え、何もなかったよね。明日は明日で、なんだっけって、あれかってね。9月は花だれ公園がいっぱいある。サイアンのバスツアーないよ。今日は、うん、いい一日を過ごしたかな。一日をよく使ったかも。うっかりはあったけどね。まず目的地があって、で調べて交通機関で何分に来るって思って待ってたんだけど来なくて、あれ来ないなと思ってみたら全然違うとこのバス停で、まず一つ間違えたぜってなったけど、全然違うのに乗ろうと思って、次のに乗ろうと思ってちょっと移動してまた乗ったんですよ。よし、これだって。で、普通に乗って、で、目的地周辺まで来て、なんか一瞬、ん？って思ったよ。急に。そういえば合ってるよねって思って、一回確認してみたら、目的地の住所が違ったんです。違う、やばいってなって、
どこだここはって言って、で私はまっすぐ行けばいいのにそのバスは曲がったんよ。曲がりますって。え、曲がるのって言って、で曲がったら結構しかも進んで、ブーンって進んで、うわめっちゃ進んどるわ、わあ遠ざかっていくってなって、すぐ降りたんですけど、そっから結構まあ徒歩で歩いて、まあいい運動になりました。そういうね、まあでも全然取り返しのつくうっかり2連発でした。ほんとよ。全然そうそう。時々間違えるんだよね、そういう根本的なことを。なんだろうかね、もともとの地図が違いましたとかっていうことありますか。もともとの目的地の住所が違うってことある。なんでだろう、なんでだろうね。違う違う、地図じゃなくて、ただ自分が住所を間違えてやってたいん。なんか履歴で検索したんよね、履歴で。で、あ、これかなってなんか思って、それを行き先にしたんですよね。昨日調べたからこれだろうと思ってポチッと押したら違った、違う住所で。でも気づいたの、気づいたのすごいと思う。私目的に着く頃に、そういえばあれって本当に合ってるって住所と思って調べたら違って、ね、んこんな急に着く前に急にさ、あれってなるのはすごいな。わすごいな。そうなんや、なんで急にんって思ったんだろう。でも一回ね、ほんと終点まで行ったことあるんよ。一回んって思った頃には終点まで行ってて、ったことある、ここどこ、なんでかそこまで気づかなかったんだよね。多分気づいた時にはなんかいつもと景色が違って、であれここどこって思った時にはもう終点みたいな、次は終点ですみたいな、えでも、なんかね、なぜか間に合ったんですよね。
なぜかそこの終点から早く移動できて、あれ間に合ったなって、それもすごいよね。あれ間に合ったわって、私はめちゃくちゃ気をつけんと、大変なことになる基本的に。基本的にしっかり者だけど、ちゃんと気をつけんと大変なことになっちゃうから。私はしっかり者ないよ本当は。でも本当にちゃんと意識して行動しないとダメなの。そう。基本しっかりしてる。うん、意識してないのがまずい。そうそう、そうよ。だけん常に確認してる。目覚ましも絶対毎日確認して、確認して寝てる。目覚ましのこと3回ぐらい見てるかも。ちょっと待ってよって、本当に合ってるよねって、時々間違えとるけんね。危なって、これは家を出る時間だって。あるよ。危ない危ない。他にもいっぱいあるけど、でもちゃんと取り返しはつけそうなことばっかりはってなるけど、あでもまあこうできるよねって、大丈夫大丈夫って。リカバリー可能。運がいいのかな。そう、結果的に大丈夫。ミスかわいいってすごいね。そう、結果的に大丈夫なのは多分運がいいのもありそう。
でも家の鍵を閉め忘れたことはない。もう私頑丈にしとかんと不安で不安で。なんか一回ね、そういう夢を見たんですよ。鍵を閉め忘れたんか、なんなのか知らんけど、うん、入ってくるみたいな、入ってくる夢。怖い夢結構見るよね私。でも最近見た夢は、道が跳び箱になってて、跳び箱、踏み台と跳び箱になってて、そこを通るみたいな夢見て、何これと思いながら、なんでここ跳び箱にしたんって思いながら、怖がりながら通ってたら、後ろからなんか近づいてくる音聞こえて、うわ後ろになんか誰かおると思って、急いで、怖かったけど急いで行ったら、なんか銀の皿を持った銀の皿を持った、なんか乗せとる人が飛び寄った。バランス感覚すごいなと思いながら、慣れたらこんな感じかって。その前もなんか見たよね。なんかそういう、最近そういうね、アスレチック、なんだろう、怖い系の、怖いっていうかなんか勇気いるのが出てくるんだけど、なんだったかな。あのね、野外の小さいステージで公演があったんですよ。で私はウィンブルドンしてて、ウィンブルドン連れてってをしてて、そしたら。トゥン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 で出てきた瞬間に、多分すごい急いで出てきたから焦っててみんなで、私の3人やん、横の人2人が靴間違えてて、靴間違えて、その時点で私はもう、あ、もう集中できないってなったんや。でてん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 、時点で下向いたら靴持ちが違う3人やばいって、なんかスリッパ履いてる人いるしみたいな、そこで集中できなくなったけど、ラン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 みたいなやってて、私なんか
めっちゃ間違えたよね、しかも。それでここで動かないかんのに私は動いてないとか、ゼロにおるはずが2におって、なんかなんでそこにいるのみたいな風になったりとかして、わダメだ私はって、私はダメだって。っていう夢でした。そう、めっちゃグダ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 すぎて、焦りました。多分もうそうグダグダが嫌だっていう夢よ多分。なんかそういう、なんだろう、焦る夢ね。あ、振り飛んじゃう夢はめっちゃ前見た。でもウィンブルドンしたメンバーは全然違った。誰だったかな、パセリ、右にパちゃんがおって、左誰だっけな、ちょっとそこは忘れたけど、全然違うメンバーでした。チャートじゃない、アイコかな、そこまで覚えてないな。パちゃんはもう全然違う靴履いとって。でもう一人がスリッパね。誰やろ、もう気になって気になって、振りが飛ぶ夢見たな、めっちゃ前。もう確かもうフリーで踊った気がする。振り飛んでフリーで踊って、でも楽しかったっていう夢。そう、フリースタイルで新しい道、扉が開けたみたいな。そうだよ。フリー。
でも分かんないよね、振り忘れなんてその時になると分からんもん。体が勝手に動いてるから、体が動かんくなったらもう終わりって最近思う、ライブしとって。そういえばって、そういえばもう預けとるけど、体に急に体が忘れたらどうなるんだろうって。ペダルとかね、ペダルとかも踊ってきたけど、耳力とかめっちゃ踊ってきて、もう目つぶってても踊れるけど、でもこれ急にポンって忘れたら、うん、どうすりゃええんだって。そう、考えなくても動くけん、ファンの方の方をめっちゃ見てるし、なんかちょっとアレンジ加えれるし、レッスンもできるんですけど、そう、テケンテケテケですとかしたら振りがわからなくなって、あれなんだっけ、なるときはある。同じ線なんだよね、なんかパフォーマンスとレッスン。同じ線にいるからちょっとずれたら、あれ、ですね、難しいよ結構。チャット立ち位置も入っとって、振りも入っとってからじゃないとできん。神の技かもしれん、神技、実際神技。私結構何回もあるもんレス、あ、レスしようしなきゃと思って、レスしたらあれ次なんだって。やばいってどっち派かで分かれるくない？そうそう、世界観かレスか。めっちゃ分かれる。そうだね、余裕ないと無理やね。すごいよ、ほんと神業なんよ。
自分が主役ってな時と、なんかじゃない時も、でも別れる。この曲の主役は、この時、この曲のこの時の主役は自分だっていう時はめっちゃ見せたいなって思うけど、違う時はちょっといつもと違うことしたりするのもいいなって思う。公園とかはそういう自由なところを楽しめるのもいいよね。うん、それが公園の良さですよね。新公園どうなる？新公園どうなるんだ？なんかほんと全体でさ話し合ってできるといいよね。うん、今んとこ始まってないですね。だから9月はちょっとあれかもね。まだ蓄える時期かも。何か起きそうなのは9月の後半ですよ。私の予感ね。何か起きそう。9月の後半か10月の前半。予感よ、私の。なんだろう、分からん。こういう予感をあんまり感じたことがない。そう、なんだろうな。ざわざわする。ざわざわっていうか、ざわざわ。
ゾワゾワする。まあただそういう気がするだけですよ。気にしなくていいですよ。全然気にしなくて、あーなんか言ってたなーってぐらいで。そう、予感だから。でも今までになかったからな。というか私はあれ写真っていつだと思ってる。結構期間があるのかな。いや、そうなんや。え？ありますよね。ちょっと確認、明日確認しよう。え、ありますよね。いつ？いつ？どこで？あ、まだパルコにいるの？写真展。あらま。
回復。回復魔法だ。そう、回復魔法中です。何それ、ほい、ほいみ。あ、魔法か。そう、ちょっと悲しくなった時のは回復してる。ぼーってしてぼーってしてるけど、心の中ではめっちゃぐるぐるぐるってなってぐるってなってるけど、でもそうだね、みんなから見たら無言の時間ですよね。でも大丈夫、時間経ったらなくなるから。今日はちゃんと夜ご飯も食べたし、アイスも食べたから、その時のことを考えると幸せ。なんか今日はちょっと外にいたから、なんか食べて帰ろうかなと思ったけど、なんか食べてもなくて、自炊するかってなって、でも夕方のスーパーってやっぱりあんまないですね。うん、私キャベツの千切りとかのあの袋に入ってるさ、もう千切りされてるのが欲しいんですけど、いつも夕方ないんだよねめっちゃ楽しようとして、そう
人気よね。ネギのもね、ネギの刻みネギもこの前なくて今日あったけど、刻みネギとか私確か刻みネギができた瞬間からもうずっと買ってて、でもちょうど多分人気になって刻みネギがそのスーパーのね人気になって、前まではいつでも買い取ったのに最近になると全然完売してる。刻みトレンド、刻みブームよ。そう、刻みネギのライバルが増えた。え、あかりんさんがサーヤンのネギ好きにびっくりしてたよ。どういうこと？私のネギ好きにびっくり？そんな。そんなプロフィールに書いてあるからかな。そう、私は刻みネギの子さんなんですよ。もう最近はもうそうライバルが増えたから、実はキャベツの千切りのやつも子さんだったの。キャベツの千切り子さんでもあったんだけど、最近ねライバル多くない？だって前まではそんななくなってました。夕方にはそうよくわからんけど、多分前まではちゃんとみんな切っとったんよ、ちゃんとキャベツから。でも多分だんだんみんなもう時短ってなって、そうなっていったんだと思う。多分そういうことだな。私もちゃんと前まではキャベツが買ってピーラーでちゃんと千切りにしていた。でもいつからかもう千切りのもう千切りになっている四角形のパックでこれでいいってなって、そう、もうカット野菜多いもんね今。カット野菜なかったよね、そういえば。
なかったよね。なんだろう、いつだっけ、あの時代になってからあの時代になってから、そう、5年前、4年前、5年前のあの時代になってから増えた気がするな。わかる。最近確かになんかこれはこの料理名のこの料理の具ですみたいな見る。これは八宝菜の具とか。チンジャオロースの具とか。ホイコーローの具とか。もうそんな何個もカゴに入れてからせんでいいのやって。これ一個で。すごいよね。私が小さい頃はお使いに行くってなったらもういっぱい買ってたから、全部。まあお一人様用、あ、そういうことか。確かに気持ちせんけね。すごいね、だんだん進化していくんだね。こういうのがあったらいいなっていうのがだんだん実現していってるんだ。うん、いいね。確かに洗い物も、うん、しなくていいようになっとるのもある。そのまま捨てれますみたいなのあるもんね。実際あの冷凍食品とかももうパックがついとの少なかったけど、最近もう全部パックついてる気がする。そう、そのまま器になる。そう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 。チンして食べてそのまま洗わなくていいやつね。だってパスタとか一回お皿になんかね乗せたりとか、お皿に一回置くみたいな。チャーハンとかそうよね。チャーハンとかをお皿に乗せて真ん中ちょっと開けてみたいな。でも最近なんかカップ麺サイズでチャーハンあった。もうそのまま食べれるやつ。そのまま食べようとしたらいろいろ食べれる。もう豆腐ももうバーになってるから、いろんな味になってバーになってる。豆腐の冷凍？
どんな味？すごい、豆腐も冷凍になったの。なんか豆腐はめっちゃ栄養があるから、写真集の撮影の前めっちゃ食べてた豆腐。いつもはお米のはずが豆腐にしましたみたいなあった。豆腐美味しいよね。湯豆腐、最近さ湯豆腐が食べたいって思ったんや。湯豆腐食べたい。確かに冬だね。冬だ。冬の気持ちになったんかな。なんだっけな、何のタレなんだろう。高沖はよく湯豆腐があったんですよ。ごまかな、ごまの。ごまのタレみたいなのかけて食べてた気がする。ごまだれかな、なんだろう。ごまだれ、こんな見た目だったっけな。ごまだれかな。しゃぶしゃぶ食べたいなって言っても、最近胃がちっちゃくなったから、食べ放題行ってもあんま食べれんそう。もう涼しくなるんか。もう秋じゃない、気持ちは。
夜は涼しい。なんかそう、涼しい時にちょっと何のあてもなく散歩したくなる。え、暑そう、昼。夜はちょっと涼しい。でも一人で夜を歩くのは怖い。急に後ろの方でジャリって音が鳴った瞬間に私は走る。何かは分からんけど、とりあえず走る。その時は確認した方がいいのかい。誰って。似たなって言われるから。逃げて。でもさ、おもろいよね。急に自分が砂利の方だったら、え？って私？思うけどね。私怪しいみたい。おもろい。急に走り出して、え？逆に考えてみたら、
確かに。ちょうど進む方向は一緒で、でちょっと前の人が歩くの遅くて、ちょうど横を一緒に並べ出した頃に言われたらありえそうじゃない？追い抜こうとしたらあ、気使う。確かに同じ駅同じ張り合う人おる、え、張り合う人おるん。そうなん。張り合ってたらなんか何しとんやろうってなるよね。同じ方向ね。なんか同じ方向は分かるけど、自分が止まってたら怪しいかも。なんかあれ、あの人さっきも思ったなって。なんか一緒だ、道が一緒だなって止まって、一回止まったら止まるみたいなちょっと逆方向行ってみるかと思って、逆方向行ったらなんかあれ、あの人も逆ってなったらもう怖いね。そう、そういう時は私はちょっと人を呼びますけどね。うん、でもそういう時なんかコンビニ入ったらコンビニ来そう確かに人がおるっていうのが大事ね。でも店員さんもびっくりよね。いらっしゃいます？え？って。あの人らは何？って。
コンビニの中でバトル。店員さんの後ろに隠れて。気をつけよう。気をつけなきゃ。確かに。ねえ。夜ね、夜気をつけよう。今日夜っていうか、だんだん夜になっていく空を見て、やっぱ空はいいなって思った。綺麗。本当は真っ暗ですよね。でも建物の光とかでちょっとネイビーっていうか、そういう夜っていう色はいいねって。普段そんな気をつけて見らんけど、よくない？いや、これはあれですよ、普通に思った。思っただけ。空はいいよ。なんか、うん、この夜にしか出せない色で唯一無二なところがいいなって。青い空見ても思うね。夏は暑いけど青い空は見るの好きで良いなって思う。でもやっぱり夕方が一番私はなんか特別かも。なぜか分からんけど夕方になるとなんか気持ちがリセットできるというか、何なんだろうな。
なんだか、なんだかわからないけど、そう、なんか懐かしさっていうか、なんだろうね、私がいつも何かを感じるときって夕方、黄昏れてる。なんかよく夕方になったら窓を見るのが好きで、よく見てた。あの、小学校の頃から、なんか部屋から窓見て、ぼーっと見る。で、私ってって考えてた。そこで自分のことをいろいろ考えたりしていた。私って何って、そうそう、で中学校の時、高校の時もう夕方ちょっと歩いて、でちょっと登って、で夕日見て、またそこで私ってって考えて、何十分か経ったら帰るっていう。夜までいるのは怖いから何十分か経ったらもう普通に帰る。多分そういうのがあるのかな。もう小学校、多分めっちゃ昔から、多分小さい頃から夕方には何かいろいろあって、それが多分今まで続いている。その頃思い出すのもあるかも。いろいろ。でも夕日を見て悲しくなることはない。どっちかっていうと、ちょっと前向きになったりする。カナエピではないよ。
夕方の時はそう、あてもなく歩いて夕日見て、なんだろうね、なんかそうしてた。なんかいろいろ考えて。浸透していく何かがある。だからできたらなんかこう夕日をずっと眺める時間欲しいね。めっちゃ広いバルコニーがあったら夕方そうしたいな。ただ見るだけ。狭くてもいいけど、広い方がいいな。夕日見るなら。ちょっと歩けるくらいのスペースが欲しいな。なんかずっとこうして、よし。するよりかはね。そうそうそう。なんかパイプ椅子に座ってで見るよりかは。ゆったりしたい、ね、ハンモックいいね。寝そう。パイプ椅子そこにそこでもう引っかかってる。そろそろ終わるか。なんかあれですよね、上の階だったら虫とかいないのかなって思うけど、意外と上の階にもいるんですね。私なんか蚊とかカメムシとか来んように、なんだっけ、タワーマンションか
に住もうかと思っていたんですけど、タワーマンションの上でも全然虫おるんね。そうなのよ。だからそれならもう全然いっかって感じよ。ちょっと読もうかな。何回でもいい。バリーさん、高尾さやか34号さん、ひろとさん、神戸のヒッキーさん、サイユンさん、ヒラニーさん、タンタンさん、レッドブールさん、ナナウさん、ミツルンさん、サトシーさん、マイセンタン、セイヤンさん、コッペさん、MD さん、カタムツーリーさん、台湾のコウさん、ニノマルさん、フジポンさん、マサさん、オーサムさん、ガッチャン、ホタテ様、ラクラクさん、ロックオンさん、セミコロンさん、メミフィーさん、鳥取太郎さん、ミッドナイトシュガーさん、リョウさん、トキワさん、マッピーさん、シュウさん、キチネさん、イエーイイエイイエイイエイ。どういうとこに住みたいかな。ゆっくりできるとこがいい。でも一軒家っていうこだわりもない。近くにスーパーとコンビニがあって、病院もあったらいいな。ウォークインクローゼットが広くて、あとなんだろう、ベッドは広いのがいい。ラーメン屋さんが近くにあったら行っちゃうから、スーパーがあればいいな。
バイバイ。バイバーイ。